にちは。久米児童館のゴエちゃんと姫さんです。今日はクイズと新聞紙スティックを使った体遊びを紹介したいと思います。はい、最初は動物の鳴き声当てクイズです。今から動物の鳴き声を流すので、この3つの動物の中からどの動物の鳴き声なのかをみんなは当ててみてください。それでは第1問いくよ。わーわー、さあどの動物の鳴き声だったかな。正解はじゃん、猫の鳴き声でした。はい、では第2問です。いくよ。さあどの動物の鳴き声だったかな。正解はドン、ゾウさんの鳴き声でした。みんな分かったかな。はい、では第3問、今度は鳥の鳴き声だよ。みんなわかるかな。いくよ。さあわかったかな。正解はドン、鶏の鳴き声でした。はい、では次のクイズです。次のクイズはこの穴の開いたこの窓のところを何か乗り物が通ります。一体何の乗り物が通ったのかみんなは当ててみてください。問題は全部で3つあるよ。はい、では第1問いきます。何が通るかな。さあだんだん見えてきたよ。一体何かな。はい、じゃあ一体何だったかな、考えてみてね。正解はじゃん、正解は救急車でした。はい、では続いて第2問いきます。一体何の乗り物が通るかな。さあちょっとずつ見えてきたよ。一体何かな。はい、何の乗り物だったかな。正解はじゃん、正解は船でした。はい、続いて最後の問題、何が通るかな。いくよ。さあ何かな、何かな。さあ何が通ったかみんな分かったかな。はい、正解はじゃん、飛行機でした。みんな当てれたかな。はい、では今から久米児童館のキャラクター、久米を探せというゲームを4つします。じゃあみんな当ててみてね。では今からここには練習するよ。今からこの絵の3秒だけ見せます。その中で絵と同じ組目を1番から3番の中から探してください。では練習問題やってみるよ。じゃあせーの、1、2、3、終了。みんな分かったかな。じゃあ答え合わせするよ。じゃん、そう正解は赤いバラを持っている、じゃん、3番でした。みんな分かったかな。じゃあ次の問題いくよ。さあいくよ。じゃあ第1問、さあこれと中に同じ組目を探してね。1番から3番の中に答えはあります。では考える時間は3秒。いくよ、せーの、1、2、3、終了。さあみんな分かったかな。じゃあ答え合わせしてみます。ではじゃん、さあ同じ久米の帽子をかぶっているのはじゃんじゃんじゃん、そう答えは
続いて第2問、同じ組名を1番から3番の中まで探してね。では考える時間は3秒だよ。ではよく見ててね。いくよ、せーの、1、2、3、終了。ちょっと難しかったけど分かったかな。では答え合わせします。ではじゃん。さあマスクをしている組はどれかな。あ、3番と思ったお友達、残念。これは片手挙げてるので答えはじゃん、1番の組さんでした。では今から間違い探しをします。一つだけ違う組名が1個だけ混じってます。さあよく見て考えて組名を探してみてね。ではまず練習問題です。さあみんなよく見て、一つだけね違う組名がいるよ。どこにいるかな。そう、気がついたかな。答えはここ、一人だけ手を挙げている組名がいます。今からこのような問題をします。では次の問題です。さっきと同じように一つだけ違う組を探してね。ちょっと数が増えたよ。では考える時間は5秒。さあいくよ、せーの、1、2、3、4、5、終了。みんな分かったかな。では答え合わせをしてみます。さあ分かるかな、じゃん。そう、たくさん組名がいるね。さあ一つだけ違う組名はどこかな、どこかな。あ、見つけた。正解はここの組名でした。では最後の問題です。今度はちょっと難しいよ。じゃあやってみるね。さっきと同じようにみんなよく見て考えてね。ではいくよ、よーい、じゃん、5、4、3、2、1、終了。ちょっと難しかったね。じゃあもう一回見せるからみんなよく考えてね。一人だけ違う組名がいるからね。いくよ、せーの、5、4、3、2、1、終了。たくさん組名がいたね。みんな分かったかな。では答え合わせをしてみましょう。さあ答え合わせします。さあたくさんいるけど違う組名はどこかな。みんな分かったかな。そう、一人だけジャン、ここにいました。では次にこの新聞紙スティックを使った体遊びを紹介します。まずは最初に新聞紙スティックを作りたいと思います。新聞紙を4枚ほどですね用意してもらって、この長い方から巻いていきます。最初はちょっとしっかり折ってもらって、しっかりとぐるぐる巻いていきます。そしてこの巻いた時にこの穴が大きくならないように注意してください。そしてセロハンテープで真ん中と両端をよいしょ、このように留めてもらったら新聞紙スティックの完成です。ではこのスティックを使って体遊びをしていきたいと思います。はい、それではまず最初に新聞紙スティックを使って柔軟体操をしていきましょう。足を肩幅ぐらいに広げて、手も肩幅ぐらいに広げて、新聞紙スティックを持ちます。では最初に後ろに向かって伸びます。はい、しっかり伸びたら今度は前に向かって、同じようにもう一度、後ろと、よいしょ、前に向かって倒します。では今度は後ろに持っていって、よいしょ、横に倒します。よいしょ、この時に、お尻の方に手が持っていくように、よいしょ、後ろに、よいしょ、下がっていきます。しっかり伸ばしてください。よし、さあ次に
真ん中に持ってきた新聞紙を、はい、持って横にひねります。はい、反対。はい、もう一度。よし、はい、横にしっかりひねってください。じゃあ今度は新聞紙スティックを、よいしょ、はい、このようにしてくぐります。くぐれたら反対側、はい、もう一度くぐって、よし、はい、今度は後ろから前に、はい、くぐれたら今度は一周させましょう。はい、くぐって、よいしょ、いいよ、一周させます。一周できたら今度は反対側、後ろから前に向かって、よし、くぐっていきます。痛かったらやめて、無理しない範囲でやっていってね。はい、じゃあ体もほぐれたところでスティックを使った体遊びやっていきますよ。はい、では新聞紙スティックを手のひら、指の先でもいいですね、乗せてバランスをとって倒れないように、おっと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 と、こんな風にバランス取りたいと思います。ではちょっと30秒倒せないでいけるか挑戦してみたいと思います。ではゴリさん30秒お願いします。ではいくよ、よーい、スタート。おおおお、さあみんなもチャレンジしてみてね、倒さないでいけるかな。よし、おっと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 、頑張って。みんなもできてるかな。10秒前10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。はい、みんなもできたかな。もっと長くできるか、みんなも挑戦してみてね。はい、では他の場所にも乗せてバランス取れるかやってみましょう。例えば手のひらの今度は反対、甲の部分に乗せて、おっと、バランスを取ってみたり、はたまた、はい、肘のところに乗せてみたり、はい、できるかな、肩のところに乗せてみたり、それちょっと動いちゃったりなんかして、さあ最後には頭の上に乗せて、はい、バランスをとってみたりできるかな。よいしょ、難しいね、 OK。 さあみんなもどこに乗せてできるかいろいろ考えてみてね。はい、みんな体しっかり動かせたかな。さあ新聞紙スティックを使った他の遊びもみんなも考えていっぱい遊んでみてね。